薬害はなしとしてます。廃村に関しては僕から言う以外はキャンセルな感じかな。さっきチラッとあったから一応言うんだけど、同村メタはやめようね。同村メタね。あなたいつもよりこうだねとかはやめてね。OK ですか？いきまーす。俺は言ってないから、人が言ってんだよ。うん。うん、でも、さっきの例のは察知したね。俺釣った瞬間、自分行かれるって。余っている、うん、釣ってないけど行かれてしまったけど。あ、で、道指定入ってたからさ。あなたの役職は俺さ、何パーかにかけて1噛まないよ。もう9人と1だったのもう。無理に決まってんだろってレベルだから。人狼に気をつけてください。でも、神が入られずに2番に入った時点でもう、俺さ、ワンちゃんにかけると思うで。9番、無理じゃん。あんなん人外だったら、パッと見。ワンちゃんでもかけると思う、俺。1に必ず守る騎士ばっかじゃないから、9の方を万が一真と見てる人もいるから、どうかね。いろいろ思って、てか、真の占い師さんには言いたいけどさ、俺は真だと思ったよ。1番噛まれてない時点で。で、俺はもうね、実質 PP だと思ったよ。1314の話を、ラインを見るまでは。3番、4番で繋がりがあんまりにもないから。1314に見えなかったことで15なんだなってことが分かったけど。はい、村人陣営です。お願いします。まあ、特に1週目の1日目なので特に言うことはないんですけど、まあ、しっかり誰が来るとか審査していけるといいなと思いました。でも特に喋ることないんで、じゃあ次の方どうぞ。5番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。占い師8番さんがランダムで白、8番さんがランダムで白でした。把握お願いします。そうですね。4番に関しては、かなり印象が悪いかなとは思いますが、別に黒いというわけではないですね。進行論話さないのは別にですけど、思考開示なんかがなかったところが印象が悪い。で、騎士に関してはお任せします。盤面が、固まった時にまた言うかもしれませんが、基本的にはお任せします。グッジョブ狙いに行ってくださいっていう感じですかね。霊能に関しては、自分は4番さんの位置で出る方が強いと思ってるんで、できれば1周目は潜伏してほしいかなと思っています。そうだな。とりあえずはそんな感じですかね。4番さんはその位置だったら2周目まで、そんな感じだと多分、釣り位置筆頭にされるんで、頑張ってくださいとしか言いようがないです。6番のプレイヤーが発言します。うん。4番は、まあみんながいろいろ言うと思うから、俺は言わないわ。2周目 のグレース、まあハンデを背負ってんだから、2周目にどうなるかっていう人っていう感じか。まあ印象が悪いんでしょうね。まあ普通に考えればみんなからすると。まあこれを印象良いと取る人もいるしね。早く終わったっていうのね。SG1 の村人は残して白露を釣りたいですね。で、白い人を残して黒い人を釣りたいです。うん。あ、村残して狼釣りたいね。うん。SG1 の村と狼がいたら村を残して狼を釣ると。白い中でも村と狼がいたら狼を釣ると。村を残す。うん。SG1 を残すんじゃなくてね、勘違いしてんだけど、SG1 の村は残すけどね。狼は釣るよ。うん。どんな人かっていうと、村を残して狼を釣りたい人。うん。ってことね。以上です。7番のプレイヤーが発言します。そうだね。まあ、5番さんのね、その4番さんに順目頑張ってくんないと釣られ位置筆頭になっちゃうよって言ってるのはね、どうやろ、新占いっぽい気もする。うん、その発言自体は新っぽいと思う。もうだってそんな釣り地筆頭になるに決まってるからね。僕はもう2巡目そんな感じだったとしても、絶対に残したくないんで、生産鈍っちゃうから、絶対残さないです、僕は。6番さんもね、まあ前半の4番、に対しては相当ソフトタッチにしている感じはどうかな。まあ狼っぽくはないんかな。逆に狼やったらいきなりいやもうつるみたいな発言どうなんだろうねって感じ。ちょっとよくわかんないです。はい。8番
のプレイヤーが発言します。はい、おはようございますし、終わりません。はい。4番さんから発言始まって、5番さんが私に白白しました。はい。で、7番さんが、5番さん心配。うん、で、4番さん発言伸びないと釣るよ、みたいな。盤面濁るから、みたいな。そうだね。だから、まあ、4番さん、村人陣営ならめちゃくちゃ頑張ってほしいな、2周目。もう本気出してほしい。うん。釣り位置と、あとなんだろう。まあ、467番さんに2周目位置だと思いますし、5番さんは対抗が出てからね、精査しますわ。うん。だから今、現状何も精査できません。俺に白出したしか情報落ちてないからね。あと4番さんに対する助言みたいな。村人陣営なら頑張れ、みたいな。ヨンバさん、釣り位置と、あと理由言ってね。あと白位置、黒位置。ヨンバさん、頑張って。以上。9番のプレイヤーが発言します。おはようございます。9番です。塩ございます。占い師です。なので、3番さんに白がさせてますので、はい、よろしくお願いします。ということで、太鼓出てる5番さんが人外確定です。ということですね。役の動きについて、霊能者については、2周目必ず出てきてください。3周を場面になったと仮にしてもね、霊能者については出てきてほしいかなと思ってます。で、騎士については、まあ、盤面見てですね、センスで出てきてほしいかなというところ。2-1 だったら必ず出てほしいかな。2-2 はもう本当センスで任せますというところですね。で、まあ、4番さんについては本当に2周目かなというふうに思っていて、で、この4の触れ方からして、5を仮にローと置いた場合に5-4っていうのは、まあ、薄いかなというふうに感じた。同じ理屈で言ったところで、7がまあ5番について新っぽいというふうに残していることから、5-7ローローっていうのは否定されるかなと思う。安直にそんなに偉い手のつなげないかなというふうに思ってますからね。5が強かもしれないので、まだそこは分かりませんが、というところです。で8番さんについては、まあ4にしか触れてないなって感じですね、イメージ的には。1番のプレイヤーが発言します。ロビトジェンは特に支障ありません。4、5番さんは2周目だと思ってるけど、4番さんは、黒いなと思う人いなかった、4番さんの発言が伸びてなかったら、俺は4番さんを釣る。黒いなと思う人がいたら、それより黒いなと思う人がいたら黒い人を釣る。6番さんの考えって、そういうことなんじゃないの？違うの？違ってたらごめん。9番さんの4号否定っていうのは俺も5番さんがローだったら4囲いに行くんじゃないってちょっと思ってしまった。今日でも行きそうだしね。うん、で、7号否定もそうなんだけど、俺も7号よりも7番っていうのが、5が死んだと思ってすり寄った7級の方は俺見えちゃうかな。そっち、9番さんが7号否定したっていうのは同意見だけど、7級あるかなと思った。6番さんに関しては、はいはいっていう感じ。6番さん視点の狼だなっていう人は2周目言ってくれて、まあ、この精査が合ってればいいんじゃないと俺は思ったけど。8番さんは4にずっと触れてたイメージしかない。そんな感じ。以上。2番のプレイヤーが発言します。はい、しようとございません。1番さんは釣り位置ってのかな？結構後半位置なんだけど。あ、そうですね。まあ、うん、言ってなかったなら一応含めるかなって言っておこうかな。で、なんだろうな。まあ、1と6は結構言ってることが同じかな。黒いところを釣るって普通それ当たり前じゃんっていうところ。4番に関しては、まあ、やっぱりみんなの言う通り、2周目次第って感じかな。で、7番も、そうだね、2周目になって5を信じてみるのか、まあ、盤面次第ですけど、グレーでいくならまあ、そうですね。うん、発言伸び次第なんですが、まあまあ、まあ、現状はまあ、そうだね。まあ、1、6どっちかって感じかな。まあ、無理やり上げたらねってところ。まあ、7番に関してちょっと聞きたいのは、どっちで死んでみてるかってことを2周目に聞きたいかな。私はどっちも死んないと思ってるよ。3番のプレイヤーが発言します。はい、私が本当の占い師に、ね、8番さんにランダムで白出てます。把握お願いします。うん、現状9がローかなって思ってます。5番さんって先に、白出ししてて、発言の後の人にね、盤面的には9がローかなって思ってて、うん、締め音に生きたローかなっていうふうに思ってるかな。後でね。どうすかね、俺現状気になってるのは7番さんですかね。7番さんっていうのは結構4番さん叩いてて、5番さんっていうのはそんなに4番さんに対して叩いてはなかったんでね。うん。まあ、二周目かなっていう話、黒塗りはしてないんだよね。最後の方では若干そのままだとって言ったけど、そこを、なんかそういう目線だったのに、7番さんって5番さんとの目線が若干違うのに、
7番さんが芯に置いてるっていうのは意味が分からなかったかな。だから現状7番釣り。うん。まあ、占いの精査にはなるんだけど、うん、現状7番さんが黒かなっていうふうに思ってる。6番さんにはどうなんですかね。うん。白老一。うん。どういう精査をしていくのかっていうのは気になってるかな。うん。そんな感じ。1、2、4、2周目。以上。4番のプレイヤーが発言します。お願いします。5、3が8に白出し、9番が3番に白出し、把握しました。で、まあ、はい。で、はい。え、だったら、5番さんが8番、5番が8に白出し、9番さんが3番に白出し。そうなってくると、なんか、7番さんがちょっと怪しいと思って、なんか、見てた中でも結構僕のこと否定してたんで、落としたいのかなって思って、そんな感じがしたんで、僕は。ナオさん、今ちょっと怪しいんですけど。まあ、まだ7番さんの2周目の意見聞いてないんで。で、まあ、どうなんでしょう。9番さんが3番に白出しなんですね。でもなぁ、うん。まだどっちが占い師かまだはっきりしなくて、どっちが進化なんですね。で、まあ、特に僕はまだ釣り位置決められてないんですけど。で、まあ、2週目の、僕から3番さんまでの意見を聞いて、次位置を。8番さんが騎士、いろいろ変わりますね。8番さんが騎士。8番さんが騎士。8番さんが騎士。8番さん騎士ありがとうございます。で、まあ、9番さんと5番さんはまだどっちが怪しいとか、まだ、まあ、どっちも説明がうまかったので、まだ決められてないんですけど、2週目の発言で、釣り位置を決めようかなと思っています。終わります。5番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。そうですね。今日自分が一番気になるのは2番さんかな。1番さんは一応釣り位置は、4番さんがあの調子だったら4番さんが釣り位置かなとかっていうのは言ってたと思うんですけど、2番っていうのは、号泣両方締めないなって言いながら、特に釣り位置曲げてなかったんで、かなり後半位置ながらっていうところで2番が一番気になるかなっていうところですかね。で、6番さんに関しては、まあ、みんなそりゃ狼釣りたいよっていう感じかな。どちらかというとその位置だったら、どういう方法で狼を見つけようと思うとかっていう思考開示の方が良かったんじゃないかなと思う。当たり前にみんな黒釣りたいよっていう感じなんで、6も気になるけど、まあ、自分は一応2かな。2一本で上げておく。もう役職が出てるんで、2一本で上げておきます。で、対抗がまだなんともって感じですかね。今日でもローでも全然あるかなっていう。ローでも別に相方囲いに行くパターンもあれば、今日で適当に打ってみよう。占いもう一人出てるから打ってみようっていうパターンもあるんで、まだ対抗に関しては今日ロー分かってませんが、自分は今日は2一本しておきます。時点上げるなら6番かな。6番は結局、黒を釣りたいっていうことしか分かんなかったんで、かな。で、みんなが言ってる7番に関してはそんなに気になってないかな。自分が4番に頑張ってねっていう目線で、新っぽいっていう要素を取っただけなんで、別に7番が4番叩いてたっていうとかのは気にならなかった。6番のプレイヤーが発言します。うん。1番以外でいいんじゃないっていう。今後じゃねえからわけはねえわ。1番以外だったらいいんじゃないっていう範囲は絞れるんだけど、2番だったらその位置でふわってしてるっていうのが黒い要素だし、4番は役持ってるのかと思ったら持ってないで2周目も全く伸びてないっていう、っていう見かけ倒しっていう、別にまあ4番行ってもいいんじゃないっていう感じ。俺別に S1 の狼やだろつっていいんだからね。 S1 の村はダメだけど、何だったんだろうあの1周目はっていう、期待しすぎてがっかり感が半端ないけど、7はまあ俺はまだその黒い人っていうのはみんなみたいには拾ってないけど、みんなから拾われてるってことが黒いんでしょうねっていうところなんだよね。一番以外だったらどこでもいいんじゃないかなとは思っているよ。まあ、7番2番が巻き返したら普通に4番行っていいんじゃないの。てっきり騎士がなんか持っててさ、これやってんのかと思ったんだけど、8番出てきて、ん?4番対抗で出んのかなと思ったら何も出ないので、
結局3番に乗っかって7番行ってるって感じして、自分の意見がなさそうだなっていう。って感じだから4番はまあ行っていいんじゃない？うん。俺が村だったらね、7番以外に残してすもんね。1、2、6と戦うよ。まあ知らん。経験不足から来てるかわかんないけど。7、2の話次第。1番は除外というのだけはわかりました。あ、自分が黒いと思う人に投票すればいいじゃないですか。みんなそうやってないの？自分が白いと思ってるとこに票入れんの？そんなわけないよね。以上。7番のプレイヤーが発言します。まあ、困るなーって思いましたね。3番さんには。いるんだよな、こういう人。あなた霊能なんだから、話ねじ曲げたりとか変な解釈しないでほしい。そういうとこから狼って人外票が入って印象操作をされてしまうから。僕が言ってんのはね、4番さんみたいな人は釣りたいよって言ってんの。でも5番さんってさ、もし狼だったらそういう人って筆頭で釣りたくならないって俺は思ってたんだけど、5番さんはそこは4番さんに順目頑張ってほしい。そのままだと釣り、筆頭になっちゃうよって言ってんのは新感情だと思うって言ってるから。うん。そういうわけわかんねえなな、怪しいって言ってんの困る。3番さん。困る。うん、キモい。はい。ということで、ただですね、2巡目に関しては、号泣精査なんやけど、5が偽かなって思っちゃった。なぜなら、2番に対する精査がもう熱湯だったから、2番は無理やり1、6で上げてましたから、うん。別に2番は釣り1、後半1で上げなかったっていうけど、2番は1、6で上げました。うん。そこら辺は言いたいなって思いましたね。9の新芽がよっぽどあるとかじゃなくて、5番の2巡目のその発言はいただけない。うん。で、6番もそう。6番1弾いた理由は何なんですか？ 1 番が、じゃあ、9番が5、7はなさそうっていう発言に対して、1番が、いや、でも7、9はあるよねっていう視点を持てたことですか？俺はそれは白いと思ってよ、1番のそこは。でもそこの理由何にもないから、ただただ評価収集しに来たんじゃないのと思う、6番は。今日4釣り。俺は変わらない。もうこういう人いると、精査鈍るから4釣り。はい。8番のプレイヤーが発言します。これ俺が騎士出たのはね、まあ、どうせ俺釣られ位置になるっていうのもあるし、隠しを作るために占われても困るっていうのもあるんで、これ俺が指定すべきだよね、占い位置を。どうなんだろうな、これ。俺が指定、白角作った方が強くなるよね。ってなると、なんかね、なんだろうな、俺隣の席に座ってる7番さんからさ、すんごい獣臭するんだよね。昆虫類って書いてるけど、これ昆虫類って読むの？これね、爬虫類？なんて読むの？ちょ、ごめんなさい、騎士遅刻してるんでだいぶあぐら書いてるんですけど、まあ4番さん残していても仕方ないとは思うけど、4番さん人狼じゃないと思うな。4番さん7番さん黒いって言ってたよね。なんか俺も7がさ、初週から4も釣りたいっていうオーラ感じたもん。爬虫類はやばい、4番に負けた。今日4釣らないです、爬虫類読めたんで。てか4番さんね、4番さんなんか白かったな。4番さんなんか白かった。4番が狼だったら、評価集のために多分、7っていう人物を叩かないと思うよ。なんか俺も7さ、初週から4番釣りたいオーラが、なんか、俺7行きたいわ。叩かれてもいいよ。俺7行きたい。9番のプレイヤーが発言します。はい、2勝目をします。そうですね。まあ、まだ 5がね、どっちかわからない。5がどっちかわからないなと思ってる。で、5が 2を1本してでしょ？5、2ってのも確実に否定されてるかなと思って、4、7も否定されてる、6、1も否定されてるかなと思う。6、1については、なんだろう、もう6は1に行きたくないって明確に言ってるからね。さすがに老老同士はそれはないかなっていうふうに思っている。釣り1としては、まあやっぱり7番さん気になるかなと思いますよね。まあ5番、5、2セットして見てくれてるのはありがたいんだけども、5、7のライン切りっていうのは若干見えたかなと思う。5が2を叩いてる理由って、まあね、5が対抗だから、あれなんだけど、なんつったっけ。あ、吹っ飛んだ。ごめんなさい。2番っていうのは、釣り位置を上げていない1番が、
怪しいよねっていうふうに言っていて、で、そこをまあ拾って16っていうふうに言ってるんだよね。でしょ？で、その理由が雑だったっていうので5番は2を叩いてるんだよね。で、7番さんは5番に釣り値を上げていないっていう2の叩きはおかしいんじゃないかっていうふうに言ってるんだよな。だからみんな若干みんな2の発言を少しずつずらして聞いてるんだと思ったけどね、57についてはね。うん。57のライン切り。4。ああ、6番の1を外したところ。5が2を一本指定してる中で、6を1を外し、ちょっと待ってね。うん、まあ、7回。1番のプレイヤーが発言します。9番さんが結局何を言いたかったか。7番さん、これ79とか75とかだと、あからさますぎるけどね、俺が1周目で75は否定されるかな、79あるかなって言って、7番さんが5を叩くってあからさますぎるから、7番って占われてもいい位置じゃないと思って、7番あっても強靭じゃないって俺は思ってしまったかな。うん、その8番さんの4って行きたくないっていうのはようわからん。4番って今日落としとかなかったら占い地で使うのもすげえもったいないと思ってるし、どうも別にないわけじゃないと思うんだよね。7をちょっと小突いたぐらいで浪否定ってのはちょっと、うーんっていう感じ。まあ、2番さん、まあ俺を100歩譲って釣り値上げてなかったら、100歩譲ったらいいけど、6番ってどっから出てきたって俺は思ったけどね。あんまそこも納得できなかった。でも今日は4番でいいと思うけどね。まあ3番さん、あでも3番さん最終位置か。一本してって、あんまやめた方がいいような気はするけど。まあそこは3番さんに任せるけど。俺は自分の考えで4番に行こうと思う。2番さんがあまりにこの後黒かったら2かもしれない。そんな感じかな。うん。9番さんなんか今ちょっと、っていう感じだったけどね。はい、そんな感じ。以上です。2番のプレイヤーが発言します。はい、まあ言いますね。やっぱり俺一本指定で俺1行きたいわ。6よりかは全然1行きたい。まあ、いろいろ2つありますね。私は確かに1番さんの釣り値行ってないっていうのが確かに間違いだった。ここは伸びます。4って言ってたんで、確かに。5番さんの言う通り。ただ、7番さんの言う通り、私がちゃんと1、6ってあげました。ここは全然反論できます。まあ、そうですね。まあ、正直言って、7は俺は、逆、正直言って釣りたくないかな。うん。で、まあ、確かに、叩かれはしたけど、5番に。急な発言聞いててびっくりしたんですけど、まあ、確かに2、5、確かに殴り合って、LINE、けど、まあ、正直言って、私も、私っていうか、その、まあ、叩いたっていう LINE はあるけど、16 LINE はないっていうのは、さすがに雑すぎたかな。で、一番に行きたい理由は、まあ、村目線、私とか、四番さんがめっちゃ言われてる中、まあ、安牌取るように私に黒かったなら2に行くってところ。まあ、これ言って、まあ、私、一番さんが私に来るなら別にどうぞってところ。で、まあ、そこが来る要素ですね。うん、なんか、全然安牌と、釣りやすそうなところを釣りに来た狼って私は思ったかな、1に。で、まあ、6番さんは、その、まあ、なんで叩いたか、その、釣り切ったかっていうと、まあ、黒いところを釣る、もう、当たり前だけど、まあ、そこでもちゃんと2周目は4に行くって言ったから、まあ、若干言うなら1の方が黒いってこと。3番のプレイヤーが発言します。うん、多分これ心境でしょうね。占いはね。うん、多分これね、9が真ですよ。で、今日6釣り1本指定です。村。6釣り1本指定です。6番さんっていうのは、やっぱり村を絶対釣りたくないって言ってたんでね。で、狼を釣りたい。1以外なら誰でもいいよ。そんな発言ってもうおかしいでしょ。なんで拾わないの、村。うん。今日は6番1本指定で、9号は1占って。OK。これ絶対です。はい。今日は6釣り1本指定です。で、6番さん、4番さんは、4番さんに対して何て言ったんっけな、すげえ気になる発言してたんだけど、引っかかる発言っていうのかな。うん。なんか、それで騎士じゃないのみたいな発言、内容的に。うん。4番さんって別に騎士のムーブしてなかったよね。うん。その発言って絶対人狼だと思ってる。もしくは4番さんの相方に言ったと思ってる。で、1番さん占ってほしいっていうのは、うん。もう俺多分7と2は村だと思ってるから。
まあ、とりあえず今日6釣り1本指定です。で、8番さんは俺守り、9は、9と5は1占い。これ絶対です。今日絶対6ね。6いけないと狼いってみます。以上。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に。私はただの石。これは6、4かなと思うけど、まあ4番村に見てる3番と8番がいて、まあ村だったらいいけどね。生き残るためじゃなくて、4番怪しいなとは俺思ったけど。うん。7じゃねえけど。うん。投票が終了しました。まあ、そう考えるならそれでいい。俺はもう内容が残さないうち。追放されるプレイヤーは、うん、あなたは他のプレイヤーにより追放されました。うん、うん、まあ楽しみに見てますよ。3番が俺に謝罪してくれる時をみんな楽しみに待ってますよ。うん。試合に勝ってくれれば俺は何もいいよ、3番が。うん。試合に負けたらね、3番が謝ってくれるってよ。うん。まあ、村の人するくらいだから。うん。俺の白さも感じられない霊のがいたら多分負けると思うけど。8番守んなくていいよ。色白だから。うん。占い守っとけ。うん。守る価値ないから。うん。3番に立って負けるから。うん。まあ、3番神の体も勝つチャンスあると思う。うん。占い守った方がいい。うん。新占い噛まれたらまずい。うん。3番はマジでいらねえから。うん。あ、ごめんごめん。俺ね、無言で残そうかと思って。あ、あぎれ出るっていう方ね。うん。まあ。まあ、3番が信じてる人たちが狼だったら爆笑しよう。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。8番9番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。黒ね、黒打ってくるってことは5はやっぱ強靭かなって感じするよな。で、3番さんは、3番さん結果は白か、白、うん、待ってね。そうすると、5強で置いたときには、まあ、もう、2、4、7に色でしょ？ 2 は1に来てって言ったんだよな。7っていうのは4に行きたい。1っていうのも4に行きたいって言ったけども、白だった。まあ、2が、7に集まりそうな流れを変えてきたっていうのはあるよね。27。47のライン切り。もしくは57ロール。4がわかんねえな。4がわかんないですね。もう今日必ず、占い精査であれば5行ってほしい。で、グレーで行くんであれば、27っぽい気がするんだけどな。3番さんはでも27が村置きしてるんでしょ？ 2 が7に集まってるのずらしたの結構、なんか、顕著だったかなと思うけどね。2かな？ 2 に行きたいですね。1番。のプレイヤーが発言します。さあ、今言ってるんだ。今日は51精査だ、51精査で、9番さんの5を強靭で見る目線もおかしい。5番さんが、9番さんが打った後にちょっと立って俺に黒打ってきたなと思うか、5の方が先に黒打ってるでしょ。5ってローだよ、ローでしかないよ。ちゃんとしてくれ、新占い師なんだから。なあ、俺も3番いる限りなんか俺に来そうで負けると思ってる。あの、もう3番さん余計なこと言わないで。絶対の自信がないんだったら僕も間違ってんだからさ。うん、俺、初週かやっぱ57、ってか7番かなり強靭臭いなと思ってるから57ない。4番ってのは分からん、正直。全く分からんけど。まあ2、5は全然あると思ってるけどね。2番さんの俺の黒要素の取り方って何？俺ってのは4番が普通に伸びてないし、だけど2番さんの初週の1、6で上げるのもおかしい。6番の特に要素も拾ってないのを上げるのもおかしいから、
2番さんが2周目黒かったら2番に行くかもしれない。当たり前の話じゃん。それで3番さんの2白置きどうかしてるわ、マジで。自信満々でやって成功したらかっこいいんだけど、間違ってたら恥ずかしいから、じゃあちょっと黙ってくれ、3番っていうのは。はい。5番行ってください。5人じゃないかなと思ってるけどね。以上。絶対6番なんて行く選択肢なかったからね、あの状況で。以上。2番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、疑ったのはですね、昨日言いそびれたんですけど、その、1巡目、その、2周目だね。5の2周目に、いきなり1をかばって2を叩いたんですよ。そこがラインに見えたから私は1を叩いた。ってのが理由。で、5も、その、捏造があったからね。まあ私も把握漏れやったけど、そこはお互い様って感じだったかな。まあ、ただ、黒打ってるってことは、まあ、なかったってことだね。結構囲いに見えたから。まあただ、Q に関しても、その、怪しいならもっと理由をいっぱい言ってくれないと私は全然真に見れないですよってところかな。まあ、ただ、いきなりその Q の発言終わった後、1が5-1の精査だからっていうのはちょっと、まあ、そうね、まあ、考察する要素としてあるかなってところ。まあ確かに4と7の色は私は確かに気になるけど、まあただどうだろうね。私も一応1行くって言って、1は私に来てることから、まあ正直言って3の平等を買うような私もだけど、どうだろうね。うん。狼に見られたいならって言われた挙句に私はと1は入れ合ってるってところ。まあ、てとこかな。まあ、色落ちないのはまあ4、7なんだけどねってところ。まあ6は、本当に4行ってたから、やっぱり村だとは、やっぱ私は思ったよ。そんぐらい。3番のプレイヤーが発言します。まあ6番さんごめんねとは言うんだけど、6番さんが、まあ強人ならいいんだけど、村だったらマジでしっかりしてほしかったよ。俺は6番さんっていうのは狼釣りたいって言ってたじゃん。で、狼の白老市とかさ、白いやつは釣りたくないっていうのはわかるけど、狼見つける気がなかったのよ。2、4、7から、なら誰でもいいっていう発言っておかしいと思うじゃん、普通に。だったら6番さんそういう発言しないでって思ったかな。で、頭きたからといって、そんな俺に当たられても困るよ。まあ、1番も1番でそういう発言はやめた方がいいよ。みんな楽しんでゲームやろうとしてんだからさ。釣られたからって言って、そういう発言とかで、そういう怒るのは良くないと思うよ、俺は。ゲームだからさ、みんなもおるわけだね。1対1ならいいよ。まあいいや。怒ってるっていうよりもね、呆れてる、この人に。ヒロちゃんはもっとね、激怒する。どうすかね、俺今日ね、静かな方。3番、強人かな。3番、俺怒ってると思ってんだろ。もう呆れてる。むしろ3番噛んでくれないと村負けるから、マジで噛んでほしかったぐらい。心の気持ち、うん、1番と6番、まず、この人いたら勝てるわけねえもん。どうだな、多分、5、1にせなんだなってのは分かった。7番さん組み合わせが分からないけど。だから、2、4、7に行っとけっつってんのよ。誰でもいいに決まってんだろ、1番以外。俺も1周目は気になったんだけど。範囲で言ってんだろ、範囲で。誰が2、4、7の色が分かるわけじゃないんだから、まあ、1番だけは除外して、あとは、あとの中で誰でもいいだろ、別に。終わりゃしねえだろ、思ったけど、俺からすればっていう意味だね。はい。まあ、いいんじゃない？こういう人いたら負けるから、まあ、3番で負けそうな俺未来しか見えねえよ。発言聞けばわかんだろ。1に行こうとする人。今んとこの総合では、1番さんから行きますけど、1番さん村人、2番さん人狼、3番さん霊能で、僕、村人、それでまあ、5、7がどっちかが強人で、まあ、どっちかが狼って感じなんです。で、6番さんが。なんかこれが言ったただの村だったの、これ。番さんがなんか恐れども俺、1村だと思ってるから。で、まあ、2、7、5が詳しいと思ってるんですけど、まあ、今回は僕は5番さんに入れようかなって、投票で入れようかなって思ってるんですけど、7、5？ 僕の話なんですけど、あからさまなあれ？まあ、2番さんがあんまり5番さんを知ってなかったんで、だから8の言う通り7吸ってるってゲームになるのこれ。そこも怪しいかなって。本当、最終位置がこの人で震えるわ。で、まあ、僕が今回5番さん入れようかなって思ってます。で、まあ、村人さんが、5番さんに入れようかな。合ってんだろうか。4番が1でいい。まあ、僕は、そういう感じなんで。1を村と置く。まあ、言うの方針と置いて。いや、今回5番さんで。1、4とかだったらあるかもしれないけど。いきます。5番のプレイヤーが発言します。
まあ、この霊能なら6-1が切れる理由もわかるかなっていう感じですかね。まあ、指定通り1番占って黒でしたっていう結果で、なぜか2番の発言を聞いて5番が偽だっていう結論に至る3番に関しては、まあ、何なんだろうっていう感じですね。結局最終位置でなぜか占い方って霊能にスライドしてみたりっていう謎ムーブで。ありがとう。っていう感じですかね。まあ、自分目線は1-4ローロー9強かなと思ってるんですけどね。偽でもまあ許してやるよ、5番。4番がなぜか突然張り切って5番に行きましょう、村の皆さんっていうのは突然旗振り出したぞっていうところなんで、まあ自分はまあ1黒が逃げてるんで、1黒は確定なんで自分は1行くんですけど、相方は4かなっていう感じですかね。9番に関しては1日目に濁したのって結局ご主人がどこかわからないんで、グレーの中に2人ご主人がいるんで、釣り位置上げれなかったんかなっていう印象ですかね。なんで、自分は1-4ローロー9強陣で提出しておきますっていうところですかね。ぐらいかな。まあ、とりあえず、まあ、そんなところは、情報は落としておきますっていうところかな。まあ、それ以外はないかな。まあ、3番が謎に引っ張って、まあ、俺3番に引っ張って負けたら、3番のせいでいいんじゃないかなと思ってるんで、だから、まあ、自分はこれ以上落としようがないんで、それくらいですかね。みんなで笑ったらいい試合でいいんじゃない。別に、思ってるわけでも、勝ってくれれば別にどうでもいいんだよ。はい。そうですね。殺伐とした村でやっておりますけれども、まあ、昨日は6釣りじゃないよ。そもそも論ね。まあそれは今言っても仕方ないということで。1号ランナーわけでしょ。僕は1番に入れちゃうな。っていうのは、5番さんの昨日2巡目の2への熱度めちゃくちゃ痛いよって言ってる気持ちは今も変わらない。でも、9番の5番が1位の黒を打ったことによって、いや5番が強靭ですねは全然わかんない。ちょっと応援するわ。で、2位7、ね、いや、全然わかんないって思ったんですけど、真っ先にだって、え、だってどういうこと？ 5 番を1回強靭目で置いてしまって、ってからいや、良かったってゲームだどういうこと？ 5 番が狼って普通ないと思うんですけど、5、7が否定されるわけじゃないですか、あなたの言ったように。セーブ流せるから。したらさ、普通に5、2とか言ってくるんだけど、5強靭ですね、つって2、7かなってなってる思想が、ごめんなさいだけど全然共感得れないですよ。でもさ、9番さんの申し訳ない。今日3番が悪いゲームだから、うん、みんな俺はあんまりみんながディスられるやつって笑うわ。1からも5、7側から顔もディスられる人、圧倒的に新負けしてると思うんですけど、まあ普通に進行としては4落としの方が良かったんじゃないの、負けちゃってると思うんですけど、ね、白要素が見当たらんかったっていう。 俺はね、普通に1、9、人人4強ないし、1、9、人人6強とかじゃないの。さすがに1、4、人人弱すぎん。わかんないけど、とりあえず1位いっちゃう俺は。はい、勝てばいいんだよ。あとね、3番言っとくけどね、ヒロちゃんね、意外と控えめよ。意外と控えめ。投票が終了しました。これじゃあ、5番死んだのかな ?3 番がいるだってことは。3番の期待はしない方がいいだろう。1、2、3か。これって、普通に6強じゃなかったら PP ですよね。うん、まあ、いいんじゃないですか。いや、1だったんだね。3番のがっつりミスリーのせいで負けるんで、うん、3番が責任を負って皆さんの前で最終的に反省会で謝罪をすればいいと思ってます。お疲れです。だから4釣ってらよかったやん。1、4、9、今日まさかの。ああ、そうなの？ありがとう。やっぱり、うん、俺もね、負けると思った。だから3カメ、3カメってもう願ったもん、マジで。8番が残ってる方がワンチャン勝ち筋あった気がしたんだけど。ただ俺が残ってても1位を信じてしまってたから、俺は釣られて結果論良かったんだけど、やっぱりね、うん、その大ブレーキな人が分かんないよ。5が偽か知らんけど、914でしょ、多分914関係と752関係で、1名の方が亡くなりました。これでこんなこと言うのプレイヤーが発言します。に隠しろ。はい。
2白。マジっすか？正解5、偽？え、狼であんなこと言ってディスって いなくなるの？ディスっていなくなるの？9番さんちょっと怪しくなってきたかもしれないですけど。でもえ、なんけど4番は村田だろ。ちょっと7番さんが怪しくなってきた。まあ、1番の偽要素拾えなかったっていう、しかしたら5番さんの話って感じが見えてきたんですけど。うん、俺が残ってても負けてたゲームだから別に。ああ。うん、別に釣られてもいいんだけど、いいじゃないのこれ。5番で釣れるの？これも9、1、2がの、ああ、でも釣らないのか。もう終わったら終わったで。あんなこと言う？人外で。何番にディスる？2白って言うんですか。何番にディスる？なんだろうな。人外で。マジでわかんないし、ごめんなさい。番仮に5が偽黒で9が白だったら、3番に色見せても9が見せてもいいと思うけど、ただ2、4、7のグレーで殴り合えた方が勝ち筋ある。なでしょ？こうなるの。だから、絶対に初日に釣らなきゃダメだったの、4番さんを。わかる？絶対に釣らないとダメ。あ、仮に黒い人がいたとしても話の軸になってるのであれば、占うべきだからね。生き残る。FG ってのは絶対に初日に釣らないとダメ。あ、俺別に生き残りじゃなくて4番がわかんねえんだよ、これもう。っていうところで。黒寄りの可能性があったから。白とはっきり、7、3みたいに拾えなかったから。ああ。7、2の方だと、村の皆さんがね、あ、別に俺生き残るとかではないんだよ。ってしまってるんで。はい。もう中盤新進行するしかないんで。残るためのことじゃなくて、なら2、4、7、しょうがないですよね。5番さん釣っちゃったんだから。俺はもう1級だろって思ったんですけど。まあ言ってもね、何も響かなかったということで。まあ4黒だったら俺笑うよ。村の皆さんが5番さんを殺してしまっているので、もう9番がじゃあいいですよ。いいです。わかりました。9番さんが死んですと。はい、1番さん白、2番さんが白ですね、と。はい、じゃあ、4、7のどっちかですね。じゃあ、4番釣りましょう。ねえ、それでいいっすか ?9 番さんね。それでいいっすかねえ、死んじゃったけど3番さんね。それでいいっすか ?5 番さん釣っちゃったんだから、どう考えたって。ねえ、1黒9偽だったと思うんですけどね。まあ、しょうがないか。しょうがないっすね。6番さんは釣っちゃうし、4番さん釣れないし、ウケるって思いました。9番。のプレイヤーが発言します。5番が荒れたの？そうか、5番ローだったのかな？ 4、7ローローってのもないのか。これは何？敵も味方も俺のフォローしてくれて嬉しいわ。どこなんだろうな、だって。3番だけディスられて、それはちょっと笑ってっから、まあありがとうよ、皆さん。2はどこにいたの？敵なのか味方なのか、なんかよくわかんないけど、みんながね。3番ディスってくれてありがとう。うん、あんな例のいたら勝てるわけねえから。752が1か。適してるのは多分残念だけど、2週目の話を聞いても、初日の何も言わないのも含めても残念だけど、4番行って、多分精査した方が良かったんじゃねえかなって今でも思うわ。ただ俺が残ってても一応信じてたかもしれないから。順間違えたら負けるかもしれないんだよね、今日ね。9が、7でね。5行ったかもしれないから、4と同じ立場だったからと言われればまあ、釣られても良かったのかな。いや、5、4はやっぱり初日から否定されたと思うんだよね。っていうか、これなんでこんなに。4頑張って。演技してるの？ 5、4、ローローで4頑張って。もう2ロー、インド3、TP できてないの？ 7 番っていうのは初週で、この白要素を拾って。それとも強人が、4に頑張ってか白っぽい。何が何だか分かんないよ。どっちが進化。2週目で、何が何だか分かんないよ。強人が。もしかして。すぐ切ってきたもんね。実質 PP じゃないの？欲しいんであれば。ちょっとも5が偽で、あんなこの3番にディスってんの？4強。なんか後半4番さんがね、どん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 ね、かき乱そうとしていく感じもするもんね。7かな？ 1 番のプレイヤーが発言します。まあ7番いくけど、9番さんの5強47っていう目さんもう、9番さんもういいや。絶対おかしいんだけどね。そしたら5が強って47わかるから、4って絶対9来るから。1の投票とか7番さんに言いたいんだけど、1号ランダムだから、俺の精査しないんだろうから。はい、7って多分俺と合わってんだよ。番2番と1番が入れ合ってるし、ここでローラーしたいってやつがいたら絶対強って。投票俺に入ってない。グレーが意外と入ってないんだね。3、8、4。4号で
占い師と役持ちと4番だけ入ってるんだよ。負けだけど。だからようわかんねえ。いや、4、申し訳ないけど、4があの状況で4号で、9に来るとは、で、あ、5に行くとは、ちょっとあんま思えない、正直なとこ。1、4つながってないの、これ。変な考察まで入れてしまってるけど。なんだろうね、この組み合わせがわかんねえ。7番。なんかもはやネタ的に5番も人外だけど3番ディスったのかな。プレイヤーが発言します。死んでディスったのかな。何なんだろう。はい。ロラしたい。1位行きたい。どう ?2 番狂人 ?1 行ってもいいんじゃないダメか。行くよ。あー。組み合わせがマジでわかんねえ。9、1? どうしよう。行くよ。むずいね、さすがに。これはむずい。5なら4のなんか諦めない意味わかんねえ。ああ。まあ、考察するなら今。で、分かりにくい。4の発言は誰が聞いても黒いと思うんだが。で、そしてそこになぜか9は7に行くと言って、まあそこは別にどうでもいいんだけど、9が7行くっていうのは。まあそこ1がね、7に行くっていう理由が、ない、あ、あっちゃあるっていうか雑だったかな。4行く ?4 行くか。どこでもいいんだけど。くそー、むずいわ。じゃあ、6の今日、もしくは、まあ、占い師に、狂人っていう線と仮定するしかないし、いや、さすがに、1黒は、どうだろうね。狼じゃないと黒ってなかなか言えないと思うんだが、どうしよう、マジ。4行くか。じゃあ、4行くわ。はい。まあまあ。まあ、もう実質ピーピー状態だったら、てか、5は真なんですかっていう、偽なんですかっていうとこから始まるんだけど。狂人、5番が人外だったらワンチャンあんだけど、5番死んだらもうピーピーだよ。他に狂人がいて。91の票、72が4、4が 1? 4が 1? 14がないんだよな。7番。7のプレイヤーが発言します。9? 何の決戦ですか?どっちにしろ、もう別に、本当に、ね、芯にかけるしかないってこと。5番っていう芯を釣ってる時点でもう無理なんで、この村で今、勝ち筋がないので、別にいいっすよ。4番なんか、誰4番に入れてたの ?7 と2。あ、2番さんか。まあ、2番さんはずっとあれやったもんな。正常だったもんな。で、4番さんは1。意味やから、91が7。ねえ、ほら、もう、ほんと弱いよ。なんで5番さん釣っちゃうのよ。ほんと弱いな。面白かったです。いやー、ほんと面白いですよ、皆さん。ね、ウケるーって感じです。はい。4番のプレイヤーが発言します。あ、ほんとすいません。ちょっと状態が意味わかんなくなって変なこと言ってしまって。はっきり言えば、もう誰が人道とかも、僕、なんかこんがらがっちゃって特にわかんないんですけど。どうしたらいいんでしょう。特に僕、誰が誰とかわかんないし。でも、もし5が死んだったらあれなんですよね。本当にどうなんでしょう。僕、村人なんですけど。まあ、3番が恥をかくゲームなんで、はい、まあ、俺も1位って、白く見ちゃってたから、俺が釣られても良かったんだけど、やっぱり3番がやらかしたから、2連続村を釣るっていうスタープレイヤーがいたから、スタープレイヤーってもうみんなからディスられてるっていう。ネタ的にディスってんのがよくわかんないんだけど、これが俺だけ言ってんじゃねえから、今回に関しては3番が悪い。投票が終了しました。まあ5、7だったらまあいいんだけど、5、7が人外でも別に攻めない。ゲーム終了。人狼陣営の勝利です。予想通りの展開。なんだよ。お疲れ。お疲れでした。おはようございます。
夜行はね、つっちゃダメ。あれ ?7 強人?そうですよ。7か4か強人かなと思ったね。だよね。じゃあ、5ってよかった。いや、そうだよ。だから、村支店の話よ。7番さんが一番村人だったっていう。まず6番、俺ずっと教えてあげてたのに、6番はほんとつっちゃダメし、4番なんか絶対最初に釣るべきだったし、5-1で5釣れちゃう意味がわかんねえってずっと言ってたの。割と本心だから。狂人めっちゃ村寄りだったのに、霊能が人狼寄りだったっていう。7番でも9入れてなかった?だから結局4行ってても負けてたかもよ。